何の用だ。掲示板の件で来た。怪物のことで困ってるのか。困ってる困ってるどころの騒ぎじゃない。もうお手上げ状態だ。輸送隊が街道を通るたび、森にいる何かよくわからねえものに襲われるのさ。おかげで矢も糧食も底をつきそうだ。偵察部隊を送ったが、誰一人戻ってきやしない。まったくどうなってんだ。やることは単純だ。そのクソ野郎の首を持ってこい。掲示板に書かれてる金もやる。補給証拠はケチだから価格交渉はできん。だがポンターを渡るための通行証をつけてやろう。どうだ、乗るか。いいだろう、やれるだけやってみる。爪で裂かれ、噛みちぎられてる。四季に食われたようにも見えるが、全部死ぬ前につけられた傷だ。盗まれたものの残骸だ。誰かが怪物の襲撃の後に盗んだか。軍事用品の収集壁がある怪物なのかもな。爪跡みたいだな。だがこれは矢だ。矢軸が皮膚のところで折れてる。足跡だ。生存者か、あるいは人型の怪物か。何か怪しいな。後をたどってみるとしよう。一歩でも動いたら頭にもう一つ穴が開くぞ、ドゥーイン。ここで何を探してる。お前の指揮官に話がある。大事な話だ。信用できん。ああ、弓で狙われてる時からそんな気はしてた。今にも撃たれそうだしな。俺は分別ある人間だ。信じてくれ。武器を渡せば信じてやる。さあ剣を下ろせ。そうすればベルノシエルのところに連れて行ってやる。分かった、案内しろ。バットゲン？怪物で困ってることなどないわ。お前たちはそうかもしれんが、レダニア人は森に何かが潜んでいると言っている。それを倒すために雇われた。またいつもの勘違いでしょ。ここに怪物なんていない。ご苦労様。人が死んでるんだぞ。死んだのは大海洋から青色山脈までに散らばるアインシーデを敷いたけど、ラドビットに仕える兵士よ。多くの仲間を殺し、兄弟を苦しめ、姉妹を怪我した兵士ども流す涙はないわ。彼らの輸送隊を襲うこともやめない。我々にも食べ物が必要なの。選んで、今すぐここを離れて全て忘れるか、それとも死ぬか。そんな奇弁は聞き飽きているし、間違ってる。お前はただの盗賊だ。そう、それなら盗賊らしく振る舞ってやるわ。ディベッテ・バッド君。
ほう。やっと戻ってきたな。怪物は仕留めたか？森に怪物はいなかった。舞台を襲ってたのはスコイアテルのエルフだ。ほら、これがその証拠だ。スコイアテルだと？あの怪獣どもは駆逐したはずだから。非人間族の分際で知恵をつけやがって。また掃除しないといけないようだ。長耳どもを片っ端から並ばせて10人目のやつを吊るすことにしよう。それがいい。ああ、そうだな。この件については気が合うようだな。いいやつだ。約束してた金と、あと通行証だ。元気でね。